今日のマーティくん。おいじゃあマーティくん。よいしょ。マーティくんにこの新しいねおもちゃ。これだね、ハーツデンタルボーンソフトタイプ、ベーコンフレーバーですね。これを大変気に入ってますね、マーティくんね。うまいの。うまい、それが。あっち持ってっちゃった。そうですか。じゃあマーティくん、今日の本編いきましょう。はい、こんにちは。まえちゃんねる、まえはるです。はい、今日はこちらですね。うん。レゴマインクラフトのザ・メロンファームです。はい、ということで、2018年のレゴマインクラフト新シリーズ第3回目ですね。うん。今回はザ・メロンファームなんだけど、うん、まあ、日本名はスイカ畑ですね。なるほど。早速作っていきましょう。はい。はい、こちらがザ・メロンファームですね。うん。すごく小さなセットだね。そうだね。うん。実際作るのもね、10分から15分くらいだったと思います。はい。少ないね、うん、すぐできちゃった。これには豚に乗ったスティーブがいますね。おう、これ前に人参ぶら下げてで走らせるようにしてる、ね、あーなるほど、うん、でここに村人さんいるね。そうですね、うん、でここ辺から水がこう流れてる感じで、これじゃがいもかな、なんだろう、あじゃがいもだなんだこれね、うん、で人参はここに出てます。人参はねこのままスッと抜けるようになって、ほんとだ、豚さんでここにスイカが2つありますね、うん、で後ろにチェストがあって、うん、チェストの中にはこのスイカの切れっぱしが入ってますね。で後ろにクリーパーがいます、はい、でちょっとだけギミックがあってね、うん、この部分がシーソーみたいになってるんだよこれ、うん、でこれを押すとこんな感じでスイカ畑が吹っ飛ぶようになってますね、うん、面白いね。これ無理やりだけどね、無理やりこう、本当だもん、無理やりバーンって特に剥がすギミックじゃなくてシーソーの原理で無理やり飛ばす感じですね。え、ということは何、こういうことやね。そうそう、クリーパーが来て、まあ、爆発するっていうことだもんね、うん、はい、こちらが豚とスティーブですね。はい、で右手にこの釣り竿とその先に人参が垂れ下がってるわけだ。お村人さんは前あの村作ってたね、 あれと全く一緒だね、ついてたけどね。あとはクリーパーですね、はい、クリーパーも今までついてきたものと全く同じやつだね、うん、このセットちっちゃい割にクリーパーもいるし、うん、スティーブもいるし村人さんもいるから、それはねお得だと思う。そうだね、値段もね割と安めなんで、あの初めてレゴマインクラフトやる方にはおすすめだと思います ね、 ね、イエーイ、今日は豚に乗れたぞ。んあれ、なんで村人さんここにいるの。はぁ、いや外は危ないよ。はぁ、はぁ、いや、はぁじゃなくて、はぁ、ちょっとまさかスイカ取るつもりなの。外は危険だから村に帰った方がいいよ。うわー、やっぱりクリーパー出たー。うわー、村人さん、うわー、村人さん、うわー、村人さん、逃げたー。あら、今何かあったかしら。ね、マーティ、何か聞こえた。まあ、いっか。はい、ということで今回はレゴマインクラフトのザ・メロンファームでした。はい、ということで今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そして今回のおすすめ動画この辺に出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、それとチャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということでまだね、あの新シリーズのレゴマインクラフトあと3セットくらいあるので楽しみにしててください、はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。